ミキママがブログでこう言ってました。私ブラウニーが苦手です。口の中がパサつくのがダメですね。だからしっとりした濃厚なブラウニーを作りました。ミキママが食べたのブラウニーじゃないと思う。ブラウニーは、特にアメリカのブラウニーはファッジーで注意、またはその両方でなければなりません。ファッジーはチョコレートたっぷりでドルドルで濃厚っていう感じ、注意はもうしっとりを飛び越えてもうくちゃくちゃするような感じ。今回はハロウィンも近いのでハロウィンバージョンでお届けします。今回お届けするレシピはアメリカのレシピブロガーアベリーサンシャインさんのローデッドハロウィンクリームチーズブラウニー。アベリーさんは2009年から趣味で書き始めたレシピブログが人気を呼び、一時はアメリカのベスト10料理ブロガーに選ばれたことも。これまで料理本を2冊出版されており、ヨガとランニングが好きな典型的なカリフォルニアマダム。20センチ四方の型にクッキングシートを引いておきます。適当です。できた。ボウルにバター、チョコレートを入れて電子レンジで溶かします。今回は市販のチョコレートを使っています。食べちゃえ。これを電子レンジで溶かしていきます。1分経ったらチェックしてかき混ぜます。その後は15秒おきぐらいにチェックしながらチョコレートがしっかり溶けて滑らかになるまで混ぜます。こんな感じ。う、大きな卵を2個入れていきます。卵を入れていくんですけど、熱すぎると思ったら卵を入れる前にちょっと冷まして、卵が固まらないように。ちょっと冷ましすぎた感じもあります。そしてバニラエッセンス、砂糖を入れてしっかりと混ぜます。オプションとしてコーヒーとかインスタントエスプレッソを入れるとチョコレートの味が引き立ちます。次に小麦粉を入れて滑らかになるまで混ぜます。塩もちょっと。これを先ほどの型に入れて、表面をスパチュラでならしてそのまま置いておきます。う、次はクリームチーズトッピングを作っていきます。ボウルにクリームチーズ、砂糖、卵を加え滑らかになるまで混ぜます。ちょっとクリームチーズを電子レンジでチンして平温に戻しておいた方が混ぜやすいです。うん、ダマダマ。今回アベリーのレシピとは違ってかぼちゃで色づきをしようと試みてみました。かぼちゃを茹でて裏ごし器みたいなものはないのでこんな感じで、
これ取るの気持ちいいんですよね。綺麗なかぼちゃ色が出るでしょうか。ちょっとオレンジにはならなかったので、やっぱり食紅を入れていきます。赤と黄色の食紅をお好みのオレンジになるまで混ぜていきます。慎重に。こんな感じでしょうか。それを先ほどのブラウニーの生地にのせていきます。この時注意するのは、クリームチーズが焦げやすいのでスプーンを使って少しずつ置いていくこと。周囲1センチぐらい開けるのが理想です。でも流れていくので、まあその時はその時で良しとしましょう。その上にオレオクッキーとチョコチップを並べていきます。適当です。これでもか。まだまだか。全部いっちゃえ。残さず。はい、これをオーブンで焼いていきます。約45分です。180度で。45分って言ってますけれども、これは型の大きさやオーブンの種類によってもちょっと違ってくるので、様子を見ながら焼いてください。竹串で刺してみたりして、ちょっと生煮えかなと思うぐらいがしっとりの秘訣です。今回45分焼きましたけど、ちょっと硬かったかな。35分ぐらいでよかったかも。どうです？表面は焦げてオレンジ色が見えなくなりました。そのままカバーをせずに2時間ほど冷やし、その後アルミホイルかラップをして冷蔵庫で 3,4 時間冷やします。するとチョコレートがギュッと締まってファッジな感じが出てきますよ。どうです？オレンジ色も綺麗に出ました。ということで、今回は非常にファッジーなブラウニーハロウィンバージョンでした。まだこれでもドライな感じがするという方は、アイスクリームをぶっ込んじゃってください。英語の勉強にもなるアベリーのレシピ翻訳は後日ブログにて紹介しますので、そちらの方もどうぞご覧ください。